はい、皆さん、こんにちは。カメラ部 TV のダイです。今日はですね、スマホカメラについてちょっとうんちくを語ってみたいなと思います。最近のスマホで撮った画像って綺麗ですよね。スマホはいつも持ち歩いてるし、私もちょいちょい使ってます。ですから、スマホはあんなに小さくても綺麗に撮れるのに、デジカメはなんであんなにでかいのとか、デジカメって多少綺麗かもしれんけど邪魔なだけやんって思われるんじゃないかなと思うんですね。 だから売れないんだよね。ということで、その違いを技術的に語ってみたいなと思います。それでは、スタートです。今日は3つの項目でお話ししていきます。1つ目、スマホレンズの改造限界。2つ目、スマホ画像が綺麗に見える特有の条件。3つ目、スマホ流画像処理。 ということでやってみたいと思います。では早速始めます。では一つ目、スマホレンズの改造限界ということで、まあ、スマホレンズのあの小さなレンズでどこまで改造することができるのっていうようなお話をちょっと技術的にお話しますね。まず一つ目、スマホレンズの焦点距離ということで、最近のスマホカメラの競争っていうのはすごく激しいですよね。iPhone 12 Pro なんて超広角、広角、望遠なんて3つもカメラが入ってます。 とは言うものの、焦点距離いくらか知ってますか超広角っていうのはですね、確かに超広角でして、35ミ、mm、リ換算でなんと13ミ、mm、リですね。で、広角と言われているものが35ミ、mm、リ換算で26ミ、mm、リ。そして望遠と言われているものが35ミ、mm、リ換算の52ミ、mm、リになっているようです。52ミ、mm、リってそれ標準やんっていう感じですけども。まあ、ただこれ以上焦点距離長くすると厚みが分厚くなって現実的ではないんでしょうね。 で、二つ目、えー、スマホレンズのレイリー限界ということで、まあ、カメラの世界では少し絞ると解像感が上がる。でも絞りすぎるとボケてくるなんて話よく聞きますよね。これはですね、解説現象というのが主な要因なんですけども、の解説現象に関しては以前の動画でも詳しく述べてますので、そちらを見てもらった方がいいんですが、簡単に言うと、光は硬波でできてるんですね。まあ、波ですね、できている。 だから、遮蔽物とかエッジを通ると、その波がこう乱れてしまうんですね。ですから、光が綺麗に通らなくて、少しぼやけた感じになっちゃうんですね。これを解説現象と言います。でその解説現象で、いくら光学性能をビシバシに作っても、改造の限界というのが絶対訪れるんですね。つまり、星のような面積のない、 完全な天候源でも、活動面では広がった面積のある円形に必ずなるんですね。これをレイリーリミットとかレイリー限界と呼ばれるんですけども、そのレイリー限界というのには公式がありまして、硬波の波長に応じて、レンズを通った後の点像の広がりの K を計算することができます。で広がった円形の K をですね、X とすると、 その式っていうのが、x イコール1 2 2るラムダかける d 分の f という風になってます。で、ラムダは硬波の波長の長さを言いますね。で、d 分の f は今までも何度も出てきたので、皆さん覚えてると思うんですけども、焦点距離 f を後傾 d で割った値ですね。で、これイコール f 値になります。で、それでは人の目の感度の高い緑色で計算してみますね。 緑色の波長がだいたい555ナノメーターなので、答えがミクロンになるように、ちょっと単位を構成して式を立てると、X イコール1 2 2零0 5 5 5ミクロンる f 値になります。ではこの X がですね、スマホに使われている撮影素子の1画素サイズと同じであれば、十分な改造していると言えますよね。 iPhone 12 Pro では2.5分の1インチの12メガのセンサーが使われているようなんですね。で、1がそのサイズっていうのがだいたい1.43ミクロンぐらいです。ここから先ほどの式を使って F 値を逆算してみましょう。式としては F 値イコール X を 1.22×0.55 で割ればいいわけですから F イコール2.11になります。 この求めた F 値より明るくないとレイリー限界で1ス以内に画像は改造しないと思ってください。で、ここで Apple が公表しているそれぞれのレンズの F 値っていうのがどうなってるかですけども超広角レンズっていうのは F2.4 みたいですね。広角レンズは F1.6 望遠レンズが F2.0 になってます。で、どうですか超広角レンズはレイリ限界から言うと f2.11 以下が必要なのに使われているレンズっていうのは f2.4 になってますよね。ここでですね、f2.4 を逆算して何画素分の解像になるかを求めると、x イコール 1.22×0.555× の2.4になるので、答えは1.63ミクロになりますで。1画素には解像できませんけども、1画素の1.14倍程度ですんで、 ちょうどまあ、ローパスフィルターですね。オプティカルローパスフィルターを通したくらいの改造と言えるかなと言えます。それから、広角と望遠なんですけども、原理原則に一応従った設計で、よく使う広角側っていうのは、できるだけ明るくするような思想で作ってるようですね。で、ちょっとここで、冷静に考えてみてください。で、このレイリー限界が開放 F 値になってるわけですよね。 つまり、光学性能を考えると、絞ることがほぼできないということがわかるかなと思います。で、言い換えると、解放で十分な光学性能を確保できるものづくりが必要ということになるんですね。まあ、あれだけ大量生産してて、その光学性能を満足させているっていう生産技術力っていうのは大したもんだと思います。では、普通のカメラでよく言われている小絞りボケとか、小絞り限界っていうのが、このレイリー限界に当たるわけなんですけども、 各撮像素子で F 値はどれくらい必要かっていうのをちょっとおはさらいしておきますね。で計算したのは、えー、フルフレームで画素数が一番多いソニー α7r4 の61メガ。そしてこれの1画素サイズがだいたい3.756ミクロン。そして次に一般的なフルフレームの24メガ。これが1画素サイズがだいたい6ミクロンですね。そしてセンサーの小さめなマイクロフォーサーズの20メガ。 これが1ガストサイズが3.337ミクロンぐらいになります。で、それぞれの、えー、レイディリミットの F 値というのは、えー、61メガのセンサーで F5.55 になります。で、24メガのフルフレームでは F8.86 ですね。そしてマイクロフォーサーズの20メガだと F4.93 になります。 ですからこれより暗いとレイリー限界を超えて改造が悪くなるという方向になります。ただここでですね、ちょっと勘違いしてほしくないのは、えー、このレイリー限界というのは1素以内に点像が収まる解説限界で計算してますので、これを超えると一気に画像が悪くなるというわけではないです。徐々に徐々にですけども解説の影響が出てきますよっていうことですから、まあ,あまりこの数字で目くじら立てないようにお願いしたいなと思います。 もちろん、修査の影響もありますし、この式を使って計算してみて、例えばご自分のお持ちのレンズで実験してみるっていうのも面白いかもしれませんね。そしてですね、もう一つ、スマホレンズの実際の MTF 性能っていうのを調べてみたいなと思います。まあ、こういう計算をしていても、実際のスマホのレンズっていうのは、まあ、製造するときの誤差とかもいろいろありますから、 本当にどういう性能になってるのって疑問が湧くと思うんですね。先ほどのレイリー限界のレンズっていうのは、収差ゼロで完璧に作られたレンズでの計算式になるんですね。ですから、そんなことはまあ現実的には絶対ありえないことなので、原理原則に従った使用ということは設計的には大切なんだけども、実力からスマホ画像をちょっと考えてみたいなと思います。 で最後の項目で実験映像なんかも用意したので、ちょっと楽しみにしてください。ということで、スマホレンズの実力をこう調べるべく、波乗りしてデータを探してみました。でそれで分かったことは、どうやら MTF30% を満足することが必要なようですね。その時の空間周波数っていうのが0.5サイクルパーピクセルっていうくらいになってるようです。 つまり2ピクセルに改造する空間周波数の MTF が30%あればいいよということになっているようですね。まあ、実際に焦点距離がいくらの時にという規定がないので空間周波数でちょっと言いづらいんですけどもセンサー上での改造を問題しているようなので全ての焦点距離でこの性能を満足させることが必要とまあ考えましょうで。では実際の画像の検証をしていきたいと思います。 まずですね、スマホ画像が綺麗に見える特有の条件というものがありそうなので、それを紹介しますね。で、2がその改造のレンズで、どうやってあれほどの改造感の絵を出力するかっていう前提条件です。その前提条件には、スマホ特有の条件が3つあると考えてます。で、1つ目が、表示は基本的にスマホ画面であること。で、その表示系っていうのが、動画表示系であること。 さらにその表示サイズっていうのは小さいですよっていうこと。で、二つ目に拡大表示しても多少ボケていても誰も文句言わないということ。それから三つ目画素数がせいぜい12メガ程度だよっていうこと。で、それぞれですね、もう少し詳しくお話すると、一つ目スマホでの表示なので、まず10日表示が前提になりますよね。10日表示というと、 あの、スライドなんかを思い出していただければいいんですけども、結局、ダイナミックスのある画像に仕上がっていれば、バックライトの軌道を活かした表示が可能になるんですね。ある意味、HLG。最近で言うと、HLG の考えと同じになります。で、さらにですね、スマホ画面は小さいので、それほど高周波の改造っていうのは重要ではないわけですね。従って、まあ、後で詳しく述べますけども、 カメラメーカーの画像処理とは思想を変えた処理ができるということが言えます。そして二つ目ですけども、拡大してみるっていうのは画質を評価する目的ではなくて、まあ、ちょっと確認っていうようなレベルでの拡大をしますよね。で、そもそもスマホ画像で詳細まで映っていなくてはいけないなんて誰も思ってませんから、拡大してボケてても、まあ、こんなもんかで終わってしまってる場合がほとんどだと思います。 そして三つ目。通常の静止画カメラでは今時まあ20メガクラスが最低線ですよね。そもそも12メガのスマホの画像に求めるものっていうのは何かというと、改造っていうんではなくて記録になるんですよね。穴からユーザーが求めている性能の指居が低いということになりますね。こういう前提条件を聞くと、まあそれだけではそういうことねって思われる方も多いんじゃないかなとは想像します。 ではですね、三つ目として、スマホ流の画像処理ということをちょっと説明したいなと思います。で、スマホで綺麗に見えるためには、画像処理でちょっと工夫をすることで綺麗に見えることが、えー、分かってます。で、もちろんスマホメーカーさんは私がやるようなことよりももっとハイレベルなことをやってると思うんですけども、まあ、こういう目の錯覚などを利用すると、一見すごく綺麗に見えるっていう、まあ一端をお見せしようかなと思います。 で、まずですね、元画像をこれを使います。GH5S の11メガで撮影した画像を使います。スマホの12メガに近いので、これを選択しました。で、本来ローからやるべきやと思うんですけども、JPEG って出してでも、この効果っていうのがわかるので、これで処理してしまいます。で、まず画像をですね、先ほどの2月の分解能しかないっていう話をしましたよね。 で、それを想定してカオスぼかしを逃がすとします。なんかぼやっとしましたよね。で、次にですね、この画像を LAB 分解します。で、LAB 分解というのは、L は軌道画像です。で、AB っていう2種類の画像ができるんですけども、これが色成分の画像になります。で、なぜ分けるかなんですけども、人の目っていうのは軌道に対して非常に分解能高いんですね。一方、色に関してははるかに分解能が低いんですね。 でつまり、軌道画像 L っていうのを高精細に処理すれば、解像感は上がってくるということなんです。で、これが L 画像、A 画像、B 画像、それぞれの画像になります。それでは、この L 画像にアンシャープマスクを処理しますね。本来スマホではウェブレット処理なんかをして、空間周波数ごとにシャープネスを変えてるみたいなんですけども、まあ、全体的に見ればアンシャープで良いと思いますので、それをかけています。 そして、アンシャープマスクの設定の仕方なんですけども、まあ、2画素ぼかししているので、その倍ぐらいの直径4画素程度の、えー、処理にします。で、位置を0まで下げて、全画像にかけますで。強度はですね、L 画像だけで、えー、さらにマスク直径が小さいので、まあ、破綻しにくいので200、200%ぐらいかけます。これでシャープネスはかけたんですけども、コントラストが低いですよね。これはもともとデジカメが、 スママホの持持っってているるガガンンカカーーブととが結構違うんだと想定できますね。なので、ここでコントラストを上げるためにトーンカーブを少し触ります。なんだかパキパキしてきましたよね。ではもう一度先ほどぼかした A 画像、B 画像、そのままですけども、それと合わせて合成してみます。どうですかはっきりしたと思うんですね。 先ほどのニガソガンマぼかした画像と比べると分かりやすいと思います。さて、ここからがミソなんですけども、透過光画像の特権を利用してですね、サイドを上げていきましょう。透過光ですから、色味を濃くしても違和感はないんですね。少し強めに20%ぐらいのサイドを上げてみます。そして完成した画像がこれなんですね。さて、クイズですで。今作った画像と元々の画像。 原画像ですね。それを並べて表示しています。これ、どっちが作った画像かわかりますかということで、はい、左側ですね。では、実際にスマホで撮った画像と比べてみましょう。こんな感じですね。同じような感じに見えますよね。では、少し拡大していきましょう。どうですかやっぱりデジカメで撮ったものの方が、こう、違和感のない高精細に撮れるっているかなと思うんですね。 まあ早い話、こういう干渉系の特徴と人の目の特性を利用したマジックに近いものがあるんですけども、ただ勘違いしてほしくないのは、まあスマホの画像で撮ったものが悪いからダメだなんて勇気はさらさらないんですね。ただ作品を撮るであるとか、大切な写真を残したいとかいう場合には、ちゃんとデジタルカメラを使った方が幸せになれるかもしれませんっていうお話です。 ということで今日はスマホのレンズと画像処理についてうんちくをお話ししました。まあ、この画像処理に関してはスマホメーカーさんで本当のところはどういうことをしてるかってわかりませんから、あの、これが正しいとは言いませんけども、画質から見てこういう感じのことをやってるんだろうということをお話しさせてもらいました。ということで今日はこれくらいにしたいと思います。では、バイバイ。